やってます。今配信中ですよー。みんな来てください <laughs>。来てくれるかな。服かわい。これ普通にレッスン着あ、そういえばですね。毎年恒例の私のお家のクーラーのポコポコなっちゃうんですよ。 それがたまになるかもしれないのであのー、すみません鳴 <laughs> ってるでしょポコポコなんかなっちゃうんだよねな、なんで鳴るのかな本当にクーラーがうるさいの聞こえる去年はねあれって言われた 木魚 <laughs> 木魚って言われたことある <laughs> これなんでポコポコ言うんですかねどうしてですかね対面応募したありがとう今まだ対面で応募できるのかななんかあれか今申し込みがまた始まったのかなぜひ皆さん会いに来てください桃花に どうですか私と話してみたくないですか <laughs> うん今日も私の口の中には遊楽さんがいますはいねえ体操服着てるのって言わないでください <laughs> 違うんだけど全然普通に T シャツです のど痛,痛くないんだけどね龍角酸そう龍角さん美味しくていっぱい食べちゃうんですよでも龍角さん結構お砂糖いっぱい入っているのであのー、もしかしてだけどさ今日もさ電波悪かったりする w i フ f i 切ったもう w i フ f i 切りましたよもう一回入り直してみてほしい今ダメな人もう一回ってぴったりサイズとオーバーサイズどっちが好きえその時にもいるけどねあのねどっちも好きだよ <laughs> でもなんか T シャツとか大きい方が可愛かったりするけどでも最近結構ピチッとしたやつも 流行ってるから、こっちも来ますね。こっちも可愛い服は買います。良きくま、ありがとう。くま。ありがとう。純平さん、ありがとう。森ぺこ、ありがとう。良きいっぱ、ありがとうね、ハート。今日もありがとう。 入れなかったあっそうなのさっきちょっと一回やめちゃってね「のど痛くてのザーメン星に <laughs>」ちょっと解読不能「のザーメン星に目的を忘れてバキバキに」でもさ美味しいのどームとかはさ感んじゃうよねそう え、なんでわかるの、星、なんで星わかるの、すごい。プロだ、解読のプロ。こんばんは。最近職場でも喉を痛い人多くて、たくさんみな、なめてる。なめてるが星になっちゃうんだって、みんな。 じゃ飲め,、ま、めませんはいいんだ大丈夫なんだ大ラビュンと聞いてくれてるのうしいまつげそうまつげ最近ねいい感じのねあの下地をねまつげ下地を見つけて。 それを塗っている今日はマ,ツマ,ツマスカラ塗ってない下地しか塗ってないですですんだからフフでんだからいいかなと思って歌声ありがとう好きって言ってくれて嬉しいあそうだ今日からあのこのス あのー、今日からねあの「夏マトペイコールラブさんの、ね、夏マトペが発売ということで、あのー、そのね14枚目のシングルに私たちの「大空ビューンともねあの収録されているので本当に、ね、ありがとうございます。なんかパネル展とかもまた今回も出,す出していただいてるみたいなので皆さんよかったら。 見に行ってみてみくださいね私も見に行ってあのー、まだ渋谷とかのは行ってないんだけどタワレコさんに行く機会があったのでパネル見たんですけどあゆみんのなんか個人のパネルが2個あってめっちゃ可愛くてその2枚どっちも私自分用で写真撮りました <laughs> 自撮りとかなんか私と撮るとかじゃなくてもう普通にそれだけを撮りに撮った。 ねパネル見てきた早い、さすがだ、みんな。私本当に、あの、だからと手が大好きで。あのヒロインズも、あの。夏マトペも。そのカップリングの、ダブル系とかも全部大好きなんですけど、だからと手が。本当に。大好きで、なんか。ディーヌロ。が好きで。そう。 全部好きなんだけど歌詞歌詞歌詞が本当に良くてなんか最初にあの「だからとて」っていうタイトルだけ私の聴いてて聴いててっていうかなんか知っててで曲をまだ聴く前に「だからとて」っていうの聴いてたんですけどそれその題名だけ聴いてたからなんか「知らんけど」みたいな感じの曲なのかなって思ってたんですよ。知らんけどの2個目みたいなな <laughs> 感じかなって 思ってたんですけど全然違くてあっ大丈夫全然なんか系統が違くてそうんどっちもいい感んどっちもなか系統違うけどすごい素敵な曲だからなんか本当にすごいなって。 ゆうかちほんとんかさっきさ普通にいつものようにさ優香の配信をさ見に行こうと思って見に行って別に全然皆さんにさあのバレなんかバレ,バレないようにっていうか別にバレ,なんかバレるやつ何もしてないのにさ <laughs> 勝手にさ100回目の訪問ってやつが出ちゃってさあ割れてしまいました <laughs> 昨日は本当に5タップしちゃって。 めっちゃあわあわしてたらコメントでももかちゃん今頃あわあわしてるんだろうねってコメント来てておバレてると思って <laughs> そう百回目らしいです私そんなに言ってたんだと思って私もびっくりしちゃった百回目って出るんですねやっぱり私は隠れ二次風隠れじゃなくてもう普通に普通二次風です ユカピョン大好きコンビ名コンビ名なんかこの前聞いたんだよねなんかリルムーンっていうのがあったんですけどもうリルムでもムーンでもあのな,いないというかあの舞台の時はそうだったけど今は桃モモカと優うなので <laughs> 使えないんですって私たちのあれじゃないしさ そうっていうの話をうかともしたリル・ムーンなんだけどね村山田 <laughs> 村山田ですよねやっぱりなんか今のところ村山田なんだよな,なんかかわいのないかわい可愛い感じの <laughs> なんか「村山田」って感じなんかちょっといかつくないですか 可愛い,い。雄山だあでもひらがなだったらめっちゃ可愛い,い。ひらがなだと可愛い可愛くなるねちょっと。 強いよねちょっと感じだと強い「村山だ」って感じになっちゃう。だてからさ本当に最近もうさいこのイジイのさリハはさいっぱいやらせていただいてるからさ本当に私さなんか喋っちゃいそうでいろんなことをネタバレとかしちゃいそうでだからちょっとなんかすごい言葉に詰まるさ今日の配信は <laughs>。うんちょっとね本当に気をつける。 そう本当にでもね本当に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 楽しいと思うからあのー、イコノイジョイのチケット一般のチケットがなんかあのー、追加販売みたいなやつが始まったみたいなのであのまだチケット取れてなくてみたいな。 で、そとか、あとは行くつもりなかったけど、やっぱり行きたいかもって思ってくれた方とかいたら、ぜひこの機会にき、あのー、撮ってみてください。本当に楽しいと思う。お願い来てね待ってる本当に。今日のモみちゅう今日のモみちゅうは今日です。<laughs> 今日撮った <laughs>。今,<撮> <laughs> 今日撮ったやつです。ももかちゃんチケット買った。私は出るのよ <laughs> え待ってカズヤカズヤタマダありがとうあねえカズヤ誕生,日なんでしょう誕生日でしょ誕生日でしょお誕生日おめでとう本当におめでたいイコノイジョイとか来てくれる運命感じた <laughs> ありがとう本当に私普通にさ見ててさ普通に ツイッター見てて誕生日ってやつ見てさ拍手した <laughs> ハッピーバースデートゥユーハッピーバースデートゥユーハッピーバースデートゥユーおめでとうプレミアムツューデーズおさすがでしたねあの見つけたらあのちゃんとの ファンサーもするしおめでとううっていうね <laughs> でもおめでおめでとうって言ってもさあ結構経ってるけどでもまあ直接言いたいよねっていうお話し会とか来てくれる好きな人に会ってもえの世界一幸せですありがとうございます ありがとう私も好きな人の誕生日を応援できて嬉しいです。ありがとう。<laughs> なんかさみんなに質問なんだけどさこのライブとかでさ、あのー、しゃべっ私がこう口パクとかでなんか喋っててあんまわかんないよね。わかりますか私結構喋っちゃうのよ <laughs>。 <laughs> なんかファンなんか手とか,なんか指さしとかしててでなんかあんまね私がこうファンさっていうか,なんか見つけてもあんまねなんかえってなっちゃう人とかお俺じゃないよねってなっちゃう人とかあとはなんかけ普通にあの違う人見ててキレてくれない人とかいるんですけど <laughs> あのいるんですけどそういう人がいるとめっちゃ喋っちゃうんですよ私。 そう常に俺じゃないと思ってます <laughs> いやいやこの前の最善でさつらかったらさ誰にしてんの本当に <laughs> うんこの前の「ウルトラスペスタも」もなんか私じゃない人見てる人いっぱいいてちょっと「ん?」ってなってしまったんですけどはいはい私がこう見て ってやろうと思ったらあのじ違う子をなんかすごい真剣に見てて誰を見てるんですかねあれを <laughs> あれを誰を見てたんですかねうん自分だったら言い,いなくらいの気持ちで見てるね自分なのそれ本当にあのね本当にね勘違いじゃないのよ本当になんか レポとかレポっていうかなんかあのー、終わった後に誤差とかしてなんか見てたらなんか違かったかもしれないけど目あった気がするみたいな感じに書いてくれるんだけど本当に見てるし本当に本当にあなたですっていうなのにあのー、違うかもってなでも違うかもって思わなくていいよだから。 本当にね見てる本当に指もさしてるし手も振ってるし目が合った時どういうリアクションすればいいかわからないじゃあ目が合ったら倒れましょう <laughs> 倒れてはあっ,ってなって <laughs> うんウルトラで自分が、え見つけたよ私めっちゃ見つけた やっぱり、ね、あの私の色のペンライトとかなんかボードとか私の名前が書いてあるボードとかを持ってくれてたら絶対見るうんそれは絶対フトン結婚してイいン きありがとうクラゲパカパカ有事工事中ありがとうかわいいうきありがとうぎ結婚してうんダメ <laughs> ダメですよ浮気ですよ13に怒られちゃいますよ けけありがとう。ほしい。ありがとう、けけ萌えぞもありがとう。嵐さん、お疲れ、ありがとう。赤にッ結婚して、いいよん。誠、ありがとう、ペンギン。あれ、これペンギンじゃない。これタコだ。ペンギン。<laughs> ダイヤ、鈴、ありがとう。めっちゃこれなんか涼しくなるね。最近暑いね、本当に。 ヒマジン結婚していいよカかほーありがとうばんばん。坂枝結婚していいよリップありがとう見たよこれからよろしくね。本当にね熱くて溶ける。なんか本当になんかに私本んににんか代謝がめちゃくちゃ良くなってあのどうしようなんかね今までね代謝あんまりいい人じゃなくて。 でなんかあんま自分汗かかないなって思ってたんだけどなんかね最近はね本当にに代謝がよくてびっくりでもねアリスとかねみっちゃんとかね汗かかないの本当に代謝いいと髪と爪伸びえでも髪伸びてるかもえ髪どうですかなんかねね今日レッスンで、ね、結構 あの踊ってる最中にちょっと落ちてきちゃったけど最初結構このくらいで結んでたんだけど意外とめっちゃ長くてびっくりしちゃったどのくらい伸ばそうかなみんなどのくらいがお好きですかねカズヤ結婚していいよすごいなんかいっぱい来てる泉さん結婚してうーん小沢あいみアバターが見えるのは私だけでしょうか ダメ。ゆう、結婚して。いや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 。ありがとう。ふふふ。結婚して。いやん。tc、ありがとう。やじお、結婚して。いやん。はじめ、結婚して。えっと、はじめさんは、ダメだった気がする。ね。そうでしょ。ダメだった人でしょ。 ぺい <laughs> 結婚してえんぺいさんは誰推しなの宮ぞいのあれかけてるな誰推しですかぺいさん。シュン結婚していいよん。ジェミ兄さん結婚していいよ陽気なおうん。 いろんなメンバーのショールームにいる気がするなうん検討中うふふ結婚していいよ麦茶派結婚あ結婚してじゃなかった可愛い,いありがとう可愛いいうりひトンも結婚してうん 難しいなぁ今日はちょっと難しいですねでもでもさあんまいつも結婚してとか送,送ってきてないですよねまさか挑戦者ではないですかねダメですよななペンギンありがとうペンギンハゲちゃん結婚していいよ みっくんもありがとうペンギン森ぺこうんー難しいね今日は今日は難しいな選別が情報ないなとりあえずアウトでいいやろう <laughs> 自分が結婚できないからってそんなそんな言っちゃって <laughs> 今日は悩んじゃうちょっと カナコアナ結婚していいよ。ワンダフルドッグ結婚していいよ。ヤジオかわいいありがとう。フー結婚していいよ。ナオ結婚していいよ。ヤジオありがとう。TC 結婚してダメ。猫の絵文字がついてるのと小沢恵美さんって書いてある。ダメです。シュラーさん。えシュラーさん うーんどうですかね皆さん。年齢結婚してダメ, <laughs> ダメでしょ絶対。バレないと思ってますかなやじをいっぱいありがとう。料金もありがとう。ダメですね。<laughs> ダメですじゃあ 猫は猫でも黄色の猫はダメですよ私の黒のやつか黒のやつだったらいいけどゆたん結婚してダメ <laughs> 最速かなと結婚していいやんヘコ結婚してダメかなとありがとう いいわかる人はわかりますからねなんかもう結婚ダメされたいです <laughs> えでもしてるやん ダメですよ初めて見たけど可愛くて面白いにう、ね、しい皆さんに質問があって私ってなんか猫猫に猫かウサギだったらどっちに似てますかどっちに似てると思う 犬ではなさそうなんんだよなんか猫目なのかななんか分かんなくてうさぎめっちゃうさぎいるやん猫猫あうなぎうなぎは選択肢でない <laughs> 猫目な性格うさぎえうさぎって性格どんなんどんなんだ ん前髪の状況にた確かにあのー、短いと幼いくなるからねマングースって何寂しいとダメだった気がそうなのか優香ちゃんに雑誌でウサギってやってた夢ジ強いあらじゃあウサギ でもファン、ファンマークみたいになってるやつは猫なので迷い中なんですよ結構うさぎも好きでなんかもう決め、ちゃんと決めようかなとかも思ってるうんリボンは多分継続どうして黒猫なのですかなんか ななんんでででだっっでだっっったたけすか私分かんなくてなんか別にそんな黒猫使ってなかったんだけどなんでかわかんないけどねその時のノリ <laughs>、うん、うさりぼ、ね、こりぼでもねこりぼさあ、ね、こりぼじゃなくなるのもなんか寂しいよねうさりぼ払い <laughs> うん 黒ネクキあっほんとその時ハマってたやつなのと思うたぶんなんかねその時ハマってた絵文字がそれだったんだと思うそうだよねイメージもそうだよねパーマ正式に決まってない白 白ね白いウサギファンマンリスはリス似てるそうなんだよちょっと定着しちゃってるところもあるんだよだから今変えても大丈夫なのかなとも思う変えなら今そうか どっちもかわいいよね <laughs> リスかわいいでもアリスとかが使うかな <laughs> みたいな <laughs> でもリスに似てるとはあんま言われたことないからな <laughs> 検討しやす ねアリアリにディスでアリスじゃん <laughs> すごいでも嫌だよねこんなアリアリはちょっと <laughs> 個人的に私コナーはめっちゃねハムスターに似てると思っててコナーとの写真を載せる時とかよくハムスターの絵文字使いがち。 もかやだかやだよ <laughs> そう「ハム太郎に出てきそうだね」ってよく言ってますよいつもあのコナーに「本当にコナーはハム太郎に出てきそうね」ってレノンとかと言ってます。<laughs> かわやだよ ハワー却下声出たやばい <laughs> 浜太郎と言えばパピーあそっか声優さんがねすごいよ浜太郎の舞台 <laughs> もう「か」やばい「か」っていうやつあるんだね文字。 <laughs> ももかやばいですよなんかさすごいずっと思っもうちっちゃい時からずっと思ってることがあってなんか目の中にさなんか微生物浮いてることないですかなんかさ顕微鏡のな中で見たことあるような <laughs> やつがこうすごい浮いてるみたいなみんなあるそれ非化症え何怖いそんな病気あるの病気それビタミン不足虫いいからビタミンえめっちゃサプリ飲んでんだけどなビタミンのなんでだろうめっちゃ サプリ飲んでんだけどビタミン C のまた蚊の話 <laughs> えか蚊がいるってこと目の中にでもニアジョイに入ってからねあんま見えなくなったけど前よりはってかねう本当に話が二点三点いろいろするの申し訳ないんだけどねこの前ね一日外にいたのそしたら頭皮が焼けた ね頭皮が焼けた時ってどうしたらいいですか私本当に今頭皮が赤いの見て分かるここ,ここだけ赤いのなんか肌も若干焼けちゃってなえ苗ってる氷で冷やす日傘はあのその合間に日傘はしてたけどあのね できできない時だったのよ <laughs> そうだからあの今度外で行かないでとかそういう野外にいる時は絶対日焼け止めスプレーしようと思ったえっ飲日焼け止めっていいですか るあそうだ麦わら帽子にねなんかかぶってほしいって言ってたよねみんな高橋さんも疑ってた何かなんかまずいらしくてその飲む日焼け止めが前,前曰くだからちょっと不安も,もかおすすめ アネッサかなぁアネッサしか使わないかもあとは外に出ない <laughs> 外に出なかったら焼けないですはしご高小なので違いが分からないはしご高小って何アリスとか白いじゃないですかだからなんかアリスに アリスってどうやってなんか日焼け止めとか何のために使ってるのみたいなの聞いたら「うんーでもあ私外に出ないからな」って言ってました <laughs> 外に出ないからやけないらしいですね行こうなう時のためにアス買ったえー、かわいい一緒に日焼け止め塗ろうねちゃんと最近になって日焼け止めの重要さを知った。 昔めっっっちゃ黒かたたけど外にななくなったら少しよかったでそう私もめあのテニス部だったからあの前ちょ中学生の時にテニス部だったから3年間もうずっと夏も冬もだけど外にいたからさだからあのめっちゃ黒くて本当に黒くてあとは家族でめっちゃ昔にちっちゃい時にあの沖縄行ったことがあって沖縄にね。 で沖縄に行った時に私その時まだ本当にちっちゃい時でもちっちゃいって言ってもそんな自我はあるんですけど <laughs> 字が自我はあるっていうか普通にあのまあちっちゃいけど「赤じゃん」とかじゃなくてあの普通に歩けるちゃんとねくらいだったんですけどその時にもう日焼け止めが本当に嫌いであの本当に嫌いだからベタベタする感じとか。 クリームも塗るっていう行動がほ本当に嫌いだったのその時はだから全然塗ってなかったもんそしたら本当に1週間くらいそんないなかったかな分かんないけどちょっと旅行で行ってたから割とな結構な期間いてそうそしたらめちゃくちゃ急に焼けちゃってでそれでえやばいなんでこんなに焼けるんだって思ったら「日焼け止め塗ってないからだ」ってなってで日焼け止めの重要さを知ったっていう。 話で,すよでもテニスをやめてからはあのー、なんか戻ったのかなでももともとそんな白くなかったから外に出なくなったってのもあると思うレッスンとかさ,そのさ運動とかする時に大体室内だからさそうだからなのかも夏のテニスコート暑くないなんかソフトテニスだったから下が砂砂だったので暑かったんです でもどこでも暑いよね多分どこでも暑いんだろうけど暑いです加入時も今より威力だったイメージ本当確かに今よりはちょっと黒かったかもねめちゃくちゃ靴に砂入るよねあとねめっちゃ砂んでね滑るテニスしてるっても打つ時に走ってもなんか滑る時あるたまに。 え待って待ってすみませんちょっとあと2分で終わる <laughs> ごめんね今日はちょっとバタバタで申し訳ないんだけどあと2分で終わりますちょっとギフト読むね「もえぞアイラブユーありがとう」「唐揚げバックドロップ結婚してダメ」「お肉さん結婚してダメ」「ギーク」 結婚うん,んまあいいでしょう翔太結婚していいよななありがとうりゅう結婚していいよひまじんありがとうやいちゃん結婚していいよはじめありがとうななありがとうギーくありがとうりょうきありがとう 麦茶飯ちゃんありがとう。暇人ありがとう。スーちゃんありがとう。お疲れおつーありがとう。コンさん。コンさん。結婚していいよ。ぺ平、結婚して。お、やっぱりダメですよね、あなた。やっぱりハッピーちゃんですよね、あなたダメ。萌えぞ、結婚していいよ。はい、ちょっと、申し訳ない。急に、急にだったんですけど。 壇上読んで終わりたいいと思いますごめんねまた今度やるねちょっとやらなくてはいけないことを思い出してしまって締め切りがもうそこに迫っているあと5分で締め切りなんですすいません <laughs> じゃあいきます13位はじめありがとう12位ギークありがとう11位ひまじんありがとう10位かなとありがとう9位すちゃんありがとう8位けけありがとう7位ユありがとう 6位ダイヤありがとう5位ナナありがとう4位モえぞありがとう3位リュウありがとう2位涼樹ありがとう1位カズヤありがとうカズヤお誕生日おめでとう今年もよろしくね今年もここの年もよろしくねラブでは5分で頑張っていきたいと思いますので皆さん 今日も来てくれてありがとうございました。バイバイイまた今度